ともと映画のあのミツバチと遠雷だっけで僕拝見させていただいて、でその多分鈴鹿くんそれがデビュー作だったと思うんですけど、僕も結構あの1個目が映画でデビューした身だったので、なんかすごい近しいものはちょっと感じていて、でもなんかあの実際にそうやって会う機会がなかったので、なんだろう、どういう子なのかなって、子っていうかまあ先輩なんですけどなんかお芝居もどういう風に考えてやる人なのかなっていうのはずっと気になっていて、でなんか今回やっぱ達郎とのシーンもあるし、なんか結構まあちょっと性格が似てないから、なんかすごいバランスの取れたコンビなのかなっていうのはずっとクランクインする前に思っていて、どういうお芝居をするのかっていうのはすごい前から気になっていて、でも実際やってみたら僕は結構ストイックな人なのかなって思って、なんかちょっとでもなんかできてないなとか、なんかもうちょっとこうした方がいいなってことがあったら積極的に口に出していってて、僕は結構そういうことがあんまできないタイプなので、あ、なんかこういうとこはすごいなんかちょっと偉いなって言ったらちょっと上から見せてみたらちょっとあれですけど、でもなんか見習うべきとこだなっていうのをすごい思いましたね。僕大楽くん、まあその作品とかを見て、あ、すごく素敵な俳優さんがいるなと思っていたので、出会って一緒にお芝居をしていてすごく自由な人だなと思ったし、なんか楽しんでるなっていうふうにすごく思いました。なんか年も19歳っていうのは、あ、そうだったんだって、なんか2つか1つか下くらいかなって思ってたけど、あ、19歳だったんだって。でもなんか奥平くんもこうあんまり壁なく、今も笑い声がすごい聞こえますけど、すごい大きな声で笑うし、いつもこう現場を楽しんで、なんか僕らにも、小倉くんと僕は奥平くんから見たら年上だけど、なんかこう遠慮なく来てくれるし、なんかそういう姿を見ると、なんかやっぱ楽しまなきゃいけないよなとかすごい思いましたね。